埼玉スーパーアリーナ大会、三冠ヘビー級選手権試合におきまして、ジョーローリング選手に勝利いたしまして、見事、新三冠ヘビー級チャンピオンとなりました宮原健人選手の記者会見を始めさせていただきます。それでは宮原健人選手、コメントの方よろしくお願いします。第60代、三冠ヘビー級チャンピオン宮原健人です。昨日三冠チャンピオンになって、今日朝を迎えて、また新たなスタートだと。これから先が宮原健人にとって勝負なので、また新たなプロレス界の歴史を作っていこうと思っております。三冠チャンピオンとして今のプロレス界を今以上に盛り上げるのは俺だと思ってるんで、その宿命を背負ってまた今日から突き進みたいと思います。昨日5ヶ月ぶりにこの三冠ベルトを返り咲いて、はい、まあ、試合後はちょっとまだ違和感を感じているみたいなこともおっしゃってましたけど、一夜明けて、今、どうしたんですか、馴染み。いや、まだ違和感ありますね。はい。まあ、そんなものはすぐ馴染むことだと思いますけど、それぐらいなんか、三冠ベルトを巻いてなかった気はしますね。うん、じゃあ、その5ヶ月間は宮原選手にとって長かったと。うん、5ヶ月以上に感じますよね。数字より長く感じます。昨日、まあ、メイン、埼玉スーパーアリーナ大会のメインを三冠チャンピオンとして、まあ、最後締めて、うん、ビッグマッチを締めたという意味で、宮原選手にとってはいいスタート、再スタートの形になったのかなと思うんですけど、うん、いかがですか。まあ、あんだけね、皆さん本当、ケントケントっていうコールしてくれたり、ね、タオル広げてくれたりしてくれて、本当パワーをもらって昨日大会を終えられたんでね、またチャンピオンカーニバルに向けて皆さんからエネルギーをもらった大会でしたね。そのチャンピオンカーニバル、三冠チャンピオンとして出場することになりましたけど、当然やっぱり今回チャンピオンとして優勝、かつご自身としても初優勝しかないです。ええ、そうですね。チャンピオンとしてね、まあ、過去誰がしたかとかあんま興味ないんでね、もう新たな歴史はもう始まってるし、なんかね、よく過去誰がやったとかね、結構よく聞くけど、そんなの興味ないし、もう時代は変わってるから、もう時代は作られてるからね。もうこれで三冠チャンピオンとしてチャンピオンカーニバルを制して、新たな宮原健人を作り出すチャンスですからね。強豪ぞろいですけど、うん、その中で宮原さん気になる選手っていますか。もうね、正直ようやくチャンピオンカーニバルのスイッチに切り替えたところなんで、まだ一人一人の試合のイメージは湧いてないんですけど、まあ、これから宮原健人プロレスのフル回転させて一人一人戦略を立てようかと。もうあれだけのメンバーだから誰かってことはないですね。まあ、先日の会見ではその決勝の相手、諏訪野選手に指名されてましたけど、うん、それは変わらないですか。ええ、やっぱりね、三冠チャンピオンとして負けた相手ですし、いろんな話題がある中で宮原健人対諏訪間っていうのも俺は面白いと思うし、まあ、やつはね、違うこと言ってたけどね、まあ、俺がチャンピオンになったナンバーワンですからね、出てこいやと感じです。例年でいうとチャンピオンカーニバルに優勝した選手が三冠に挑戦するっていう流れが、まあ、一般的といいますか多かったんですけど、まあ、今回宮原選手が優勝を成し遂げればその流れは消えるわけで、そうっすね、三冠初防衛戦の相手じゃあ誰とやってっていうのがありますか。もうだからチャンピオンカーニバルが優勝者が三冠に挑戦するというのが、まあ当たり前というか、当たり前を崩すのは俺ですからね。当たり前をどんどん変えていきますよ。まあ、これチャンピオンカーニバルも変わるんじゃないですかね。5ヶ月ぶりの体感で、はい、まあ、久しぶりの感じがするって盛んにおっしゃったんですけど、ご自身で考えて、なぜその、まあ、5ヶ月ってそんなに長くないように思うんですけど、うん、なぜその5ヶ月が長く感じたのか、自分でどうしたと思うんですか。やっぱりね、日本全国回ってて、チャンピオンとして試合後のマイクを閉めれないことも多々ありましたし、その部分で
すごく長く感じてるかもしれないですね。